マドリード工科大学はスペインマドリードにある公立大学。18世紀に開校した工学と建築学を専門とする2つの技術学校が1971年に合併して開校した。エルムンド氏が毎年発表している2008から9年版スペインの公立大学ランキングでは、工科大学、工業大学の中では第1位。 大学全体ではマドリードコンプルテンセ大学に次ぐ第2位だった。ヨーロッパの主要な工科大学で構成される TIME の一員である。アップムの各教室はマドリード中に散らばっており、統一キャンパスは存在しない。中でも中心となるキャンパスはシューダウニベルシタテア、またはモンクロアキャンパス、モンテガンセードキャンパス、バジェカスポリテクニカルコンプレックス、 ダウンタウンキャンパスなどである。以下は、ダブルィグリープログラムを結んでいる大学の一覧である。ヨーロッパアジア日本同士社大学南北アメリカ、アップムは、ヨーロッパの高科高等教育学校の大半と、エラスムス協定を結んでおり、他の国際大学協定も結んでいる。首相を務めたレオポルド・カルボソテロ、欧州議会議長を務めたジョセップ・ボレル・プリズカー賞を、 受賞したラファエル・モネを、ありがとうございます。